け。冷やかしか根性試しか挑戦か挑戦だな。なんだこの野郎、上等じゃねえか。覚悟しろ。お帰りなさいませ、ご主人様。お待たせいたしました。じー、ねえねえ、あの人彼氏かなんか、ミサちゃんのことをずっと見てるんだけど。違います。精神的に追い詰めて楽しんでるよな、あいつ。コーヒー一杯で1時間も居座りやがって。はあ、最近疲れてるな。なんかだる。あれ、薄井さん残ってたんすか。なあ竹沢、お前会長と同じ中学なんだよな。あ、はい。会長って昔からあんななの。いや、昔からっつうか、確か中二の頃からあんな感じかな。なんか家でゴタゴタがあったみたいで、それ以来なんとなく。って薄井さんが珍しく女の話なんか、しかも会長だし。また来てる。あいつ逆に注目されまくってんの分かんないのか。やっぱりミサちゃんのこと気にしてる。え、心配そうな目がいじらしいわ。は、心配。あいつは面白がって見てるだけだ。心配なんて。あ、美咲、すごいよ、校内模試の結果2位だって。2位。僕6位だ。1位は誰だ。薄井匠です。ふざけるな。あれ、不満なんですね。どうせ余裕のない私を笑って楽しんでるんだろう。なんか見下されてる気分だ。おい、なんだそのいかがわしい本は。漫画雑誌だよ。ちょっとグラビアがあるくらいでいかがわしいのかよ。ボッシュ。あ、なんでだよ。大地、俺らは禁止されてんのになんで女はいいんだよ。厳しすぎて男女平等と思えないんだけど。男に規制すんならさ、女にも厳しくしろよな。わかった、雑誌の内容を調べた上で検討する。あからさまに学校に不適切な内容のものは禁止。読みたい雑誌をできるだけ教えてくれ。男女共にだ。でも結構な量になるよ。美咲ただでさえ忙しそうなのに。構わん、会長としてこれくらいはしないとな。会長。あ、あの、その先月分の会計がうまく合わなくてですね。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。てめえ、金勘定だけはしっかりやれっつったのか。もういい、私がやる。なんか忙しいな。会長って実は M？なんでお前がいいんだよ。自分追い込むの好きそうだから。ああ S でもあるか。はあ、もうちょっと肩の力を抜いた方がいいと思うけど、なんか会長見てると。やば、危なっかしいんだよね。寄るな。お前なんかの力は借りない。あ、そう。暇なんかないのに、はあ、会計もやっぱ合わないし、雑誌も早く決めなきゃなんないし、勉強も今よりもっと時間が必要だ。
もうちょっと肩の力を抜いた方がいいと思うけど。お前なんかの力は足りない。なんか全部中途半端だな。気分悪い。あれ会長じゃね。ああ会長だ。マジかよ、メイド。超ウケる。おいみんな呼ぼうぜ。耳がさ超痛えんだけど。やめろ。最悪だ。あ、逃げる気か。いいのかよ会長、学校じゃ散々男をいたぶってんのに実はメイドでした。話せ。それならちゃんとご奉仕してくれねえとな。はい、取るよ。ご主人様とか言ってみろよ。メイドだったら言えよ。力が入らない。つうか会長も女だったんだな。こういう格好すればそれなりに。って可愛いからって触りすぎ。薄い。大丈夫か。はい。ごめん。いいよ、ゆっくり休んで。美咲。